今回は街とダンジョンの比較から FF7 リメイク2作目がどこまで行くか視聴者とワイワイ予想していく企画だ。楽しそうですね。今回はストーリー考察ではないから京子には声をかけなかった。先輩にバレたら鬼のように詰められますよ。それでは基本ルールだけどこのような感じで言っていく。私が調べたリメイクの街とダンジョンはこの通り。ゲンさんに言われた原作のワスラルル都までの道のりはこの通り。概要欄に載せておきますので動画の途中に参照してもいいですね。細かいマップは考えず大体の広さをパズルのピースのようにはめていく。例えばカーム5番街スラム、これはカームの街の規模が5番街スラムくらいなんではないかという予想だ。この予想は俺と息吹で考えて出している。イベントのボリュームが読めないからこうしたけども、このホイホイについての是非はもちろんあると思う。もっといいホイホイがありそうならコメントで教えてくれ。あとは根本的にカームが5番街スラムほど広くないだろとかそんなに狭くないだろという意見もあると思うが、良ければコメント欄で予想を教えてくれ。この動画はあくまで2作目発売前に予測して楽しもうというスタンスなので情報の正確性を求める場合は向かないと思う。個人的にはまとめていて2作目は仲間集めパートになるんじゃないかと思った。ワスラルル都まで行くものだと思っていたが意外な検証結果が出たので最後まで見ていってほしい。それでは早速スタートするぞ。カーム5番街スラム。まずミッドガル脱出後最初に訪れる街はカームだ。これは先ほどの通り5番街スラムくらいなのではないかと予想した。原作の5番街もカームの街もマップ1枚ですよね。リメイクで5番街はそれが相当拡張されました。ニブルヘイムの改装が終わったらお使いクエストもあるんじゃないかと思うし、戦闘やマテリアのチュートリアルもあるだろうと。おそらく広さは5番街くらいのボリュームじゃないかと思う。あとダージオブケルベロスでもカームはそこそこ大きい街っぽかったです。リメイク2作目はユフィ編 DLC のエンディングでカームについていて、そこから物語が始まる可能性が高い。ニブルヘイム改装から始まるのか全く別の展開から2作目が始まるのか気になるところだな。次に行くのは改装のニブルヘイムだ。ニブルヘイム階層、7番街社宅地区、5番街エアリスの家、緑公園。いきなり組み合わせた判断になっていますね。わかりにくくないですか？手厳しいな。ピースをはめていくとどうしても複合ピースが発生する。ニブルヘイムはクラウドの階層を見た限りでも、そこまで大きいと思えない。正直カームよりだいぶ狭いんじゃないかと思う。クライシスコアとかでもそこまで大きくなかったですね。前の動画で言った通り過疎化してますもんね。よってマップの広さとしては、ティファやクラウドの家の中にも入れると仮定すれば、7番街社宅地区、5番街エアリスの家、緑公園の複合くらいなんじゃないかという判断だ。7番街社宅地区ってジェシーのお母さんがいて、行けるところも相当限られていましたよね。エアリスの家も花畑と家の中だけ、緑公園もだだっ広い平面、やはり狭めですね。ニブル山からニブルマコウロ。神羅屋敷までは、ムービー処理されると予想する。後々に実際に訪問するから、その時にパズルのピースを埋めることにする。次に行くのは、チョコボファーム、スラムの境界。あれちょっと待ってください。なんだ？ワールドマップは計算に含まないんでしょうか？含むのをやめようと思う。含んだ場合、この動画よりも物語は進まない可能性があると思ってほしい。なぜ含まないのでしょう？ワールドマップやオープンワールドは、ないんじゃないかと思っている。制作側のインタビューでは、クラウドが大自然を走っているという発言もあったり、英語記事ではオープンワールド的かもしれないようなものもあったが、明言はなかった。原作ではチョコボやバギー、運搬船、タイニーブロンコなど、たくさんの乗り物が登場するのがミッドガル脱出後の特徴だった。ここら辺の乗り物を駆使したファストトラベル形式の一本道なんじゃないかと予想している。その乗り物の一つにチョコボがある。そのチョコボを飼育しているのがチョコボファーム。ここの管理者であるグリーンおじさんは、すでにユフィ編 DLC のエンディングで、クラウドたちをトラックに乗せていた。ユフィもエンディングで、チョコボに乗っていたことを考えると、チョコボファームがユフィとの出会いの場になるかもしれないな。チョコボファームもそこまで大きくない。スラムの境界の1階と2階を組み合わせたくらいの広さを予想する。しかしながらいきなりチョコボファームに、ムービーで移動すると戦闘がないゲームになってしまう。ここはカームからモンスターが出る、徒歩の一本道が用意されているかもな。あるならばスラムの境界から5番街スラムまでの荒れ地のような道。ユフィ編エンディングにグリーンが去っていった方面に、確かに道路がありましたね。FF10 でいうところの未編街道みたいな感じですかね。原作ではこの付近でチョコボを調達して、ミドガルズオルムを回避する。その後はミスリルマインだ。ミスリルマイン、下水道、入り口でミドガルズオルムが、セフィロスによって串刺しにされるミスリルマイン。原作のミスリルマインはそこまで広くないダンジョンで、ボスもいない通り道だ。ここでタークスの新人イリーナが登場する。しかしながらリメイクの特徴として、まあまあダンジョンを拡張することが挙げられる。それを考えるとおそらく、下水道くらいの広さでタークスとの戦闘があるのではないかと想像する。ルードとイリーナと戦うのかもしれない。次はコンドルフォートなんだが、今回は飛ばそうと思う。原作では寄らなくてもいい場所でしたね。
ユフィ編でコンドルフォートというまんまのミニゲームがあったから、もしかしたら2作目では寄らないんではないかとも思える、ストーリーに支障もない、ストーリーに関わるヒュージマテリア奪還のある、リメイク第3作目以降で初めて行くのではないか、とは思っているけどな。コンドルフォートは飛ばして次はジュノンだ。ジュノン、7番ガイスラム。ジュノンは仮想と上層があるシンラの基地で、原作ではまあまあ大きく細々といろんなところに行ける。これをリメイククオリティにしたらおそらく、7番ガイスラムのような広さになるんじゃないかと思う。仮想の漁村では、海で少女プリシラをモンスターから救うが、ここに至る道がダンジョン化している可能性がある。上層の軍事都市では、ルーフハウスの社長就任パレードが開催されたり、シンラ課長やタークスがいたりと、シンラに関係の深い都市だ。街が広くて住民も多いから、お使いサブクエストもたくさん遭遇できそうだ。ここを抜けると運搬船に忍び込み海を渡ることになる。運搬船、7番街市中。原作では運搬船は広くないが、シンラ兵に見つかると、戦闘が発生するダンジョン。リメイクのイメージは、7番街市中の時のような感じかと予想する。レッド13の人間になりきる変装、リメイクではどうするんでしょうか。ここで久しぶりに、ジェノバの胴体から切り離されたパーツと戦うこととなる。セフィロスの幻影が出てきそうですね。次はコスタデルソルだ。コスタデルソル。8番街、コスタデルソルは通り道のような街で、ビーチでくつろぐホウジョーとの会話イベントがある。広さは8番街くらいなんじゃないかと予想する。8番街ってエアリスと出会ったところですね。そうだ、ストーリー上重大なイベントもそこまで起こらないが、お使いサブクエストは少しあるかもしれないな。コレルの次はバレットの故郷コレルへ続く道だ。コレル参道。プレート艦、原作のコレルの参道はまあまあ広いダンジョンだった。線路を登ったり降りたり桟橋を渡ったりする。イメージ的にはプレート艦くらいの広さであると予想した。確かに妥当かもしれませんね。次のコレルなんだが早くも問題が。コレル、シンラビルの低層階。低層階って車の展示とか階段とかってことですか？そうだ、パズルのピースをはめていった結果、コレルのピースがこうなった。うまいピースがなくなってきてませんか？ミッドガル編に比べて、世界編には、街が多すぎる。これを作り込めば作り込むほど、2作目のストーリーボリュームが少なくなると思う。ニブルヘイムやコレルなどの小さい街は、シンラビル1フロアプラスアルファくらいと考えている。確かに広さ的にはあり得るかもしれませんね。コレルは一度燃え尽きていますし、住民も多くは犠牲になった。その生き残りが住んでいるようですからね。しかし次のゴールドソーサーは、相当なボリュームになっていると予想する。ゴールドソーサー。ウォールマーケット、ウォールドソーサーはウォールマーケット規模のでかいアトラクションになっているんじゃないかな。これは納得します。ジュノンやウォールドソーサーなど、シンラの息のかかった施設は広くて豪華、他の地域は質素で狭いとあれば世界観が色濃く出ますね。ミニゲームも豊富で闘技場もある。おそらく人も多い。シンラのスパイであるケットシーも仲間になる。ここでセフィロスコティが暴れて、その罪を被せられてクラウドたちは、砂漠の監獄コレルプリズンへ収監される。コレルプリズン、螺旋トンネル、スラムの太陽。コレルプリズンはダンジョンを兼ねた街で、街中でも普通にモンスターがいる。砂漠も広大で池ども終わりが見えない。その終わりにはバレットの友であるダインが待っている。螺旋トンネル、スラムの太陽を組み合わせたくらいの広さなのではないかと予想する。街の部分とダンジョン部分、そしてダインへと至る道が大幅に拡張されて、さらにバレットの過去が掘り下げられるはずだと。バレットの内面を掘り下げるシーンがたくさんありそうですね。ダインもまた原作の自暴自棄な感じがどのように描かれるか、または変化しているか気になります。ここでダインと決着をつけたクラウドたちは、実績を認められてゴールドソーサーに戻されて、冤罪と認められてお詫びにバギーをもらう。ここからワールドマップ探索が少し自由になる。この後に寄らなくてもストーリー進行可能な、ザックスの故郷ゴンガガがある。ゴンガガ、5番マコウロ。ゴンガガはザックスを掘り下げているリメイクでは、おそらく寄ることになると考えられる。エアリスやティファがここでザックスの影を感じて悩むし、タークスやスカーレットとも会うことになるしな。ゴンガガは爆発事故があったマコウロ部分と、街に至る街道、人口の少ない街部分があり、合わせて5番マコウロ内部くらいのボリュームを予想する。ここにも小さなダンジョン的なものがあって、シンラ兵やマコウロによって変異したようなモンスターと戦うことになるかもしれません。でももしかしたら寄らないかもしれないし、ここまでボリュームないかもしれないとは思います。真偽ですね。そうだな。もし寄らないにしても原作にない新たなダンジョン群として、計算しといてくれ。ゴンガガを抜けるとレッドの故郷の近くで、バギーが故障する。コスモキャニオン、シンラビルン59階以上。コスモキャニオンは人も結構いるし広い。しかも FF7 の鍵を握る知識を持つブーゲンハーゲンがいる。シンラビル59階以上のボリュームを予想する。ホウジョウの実験施設ドラムは覗くぞ。それってリフレッシュフロアや職員部屋。
図書館、プレジデントの部屋とか屋上とか全てですよね。そうだ、コスモキャニオンは生命学の聖地で、過疎化はしていないものと思うんだ。いろんな部屋があり、リメイクにおける星とは何かを、原作とは違う切り口で学べる考察ポイントになると予想する。ここから義賊の洞窟という、七期屈指の名シーンを含むダンジョンが待っている。義賊の洞窟、列車墓場。義賊の洞窟は列車墓場くらいのイメージだ。さっきの新ラビル59階以上より、数段イメージしやすいですね。まあそう言わないでくれ。2作目はリメイク1作目に比べて街が多いからな。義賊の洞窟はここまで謎に包まれた。七期の過去についても掘り下げられるし、おそらく原作よりも深く語られるはず。そして1作目と同じなら、パーティ自由編成ではなく、各キャラに均等に活躍の場が与えられるはず。七期を掘り下げるセリフも、ここまでの旅でたくさん用意されていることから、感動はさらに深まるはずだ。この頃にはバギーの故障が治り、次はニブルヘイムに向かうこととなる。ニブルヘイムのマップは、クラウドの階層からの流用だから飛ばそうと思う。次に立ち寄るのは、ニブルヘイムの脇にあるシンラの研修施設、あの男が眠る場所、シンラ屋敷。神羅地下実験施設。ここで順当に行けばヴィンセントが仲間になるはず。さらにセフィロスコピーと遭遇して、クラウドの正体の伏線が張り巡らされる。ここは神羅地下実験施設くらいの規模を想定する。イメージしやすいですね。セフィロスコピーはニブル山に行くと言って消える。ニブル山、6番街陥没道路。ニブル山は階層の時よりも探索できる範囲が広がるはず。その広さはエアリスと夜の逃避行した6番街の陥没道路くらいなのではないかと推測する。陥没道路くらいっていうのは妥当な気がします。もう少し広いかもしれませんね。ボスのいたマップはマコウロのパイプと連動して入り組んでいました。ニブルマコウロは入れないものと予想している。原作でも中に入ることはできるが、入っても特にイベントはないからだ。リメイクでは中を広くせざるを得ないですしね。ニブル山を抜けるとシドが待っている。ロケット村、シンラビルドラム。いよいよ街のピースがなくなりましたね。ああそうだ、街をダンジョンのピースと紐付けなくてはならなくなった。シンラビルドラムって結構広いですよ。内部に細々と部屋があるし、結構なボリュームです。ロケット村はおそらく広いと予想する。街のエリアとロケット外壁エリア、ロケット内部エリア、タイニーブロンコが置いてある広場など、多数のエリアがあるのと、ニブルヘイムやコレルと違って、ロケット村は過疎になっていない地域だと思われる。宇宙計画は凍結にはなっているが、宇宙開発事業部のロケット隊員たちも多数住んでいるはず。ここでルーハウスやパルマーとアイ、満を持してシドが加入する。ここでパーティメンバー全員揃って、世界を旅できるタイニーブロンコを入手する。タイニーブロンコは FF10 にあった飛空艇みたいに、カストトラベル形式なのではないかと思っている。まあでもまだ全然わかりませんよね。情報が出てきたら精度の高い次回作予想企画をもう一度このチャンネルでやりましょう。ところでもうパズルのピースは残り少なくなってませんか？残りのリメイクピースはこんな感じだ。1番マコウロ、7番街螺旋トンネル、バイクゲームの場所、ミッドガルハイウェイ、運命の得意点ミッドガル。バスラルル都までのボリュームなさそうですね。おそらく新しいダンジョンも追加されそうなのに無視しているし、残りの原作の行き先はこんな感じです。ブータイ、原作では寄らなくてもか、ウォールドソーサー、古代種の神殿、ボーンビレッジ、バスラルル都。原作ではウータイは行っても行かなくてもよかったな。ブータイは絶対行くと思っていたんだけど。飛ばすのか？ブータイは通ると思うけどね。京子先輩、まさか考えがあるのか？ここまで考察や解説を続けてきて、フィーラーやエアリス、セフィロスの動き以外、原作の歴史がかなり守られていることが分かってきた。しかしリメイク1作目から明らかに、かなり逸脱した歴史を持つ部分がある。なんだ、それは？それは、ブータイ、よ。確かにそうですね。ブータイの歴史だけは、かなり自由な改変が行われている。原作は寄っても寄らなくてもいい観光地。でもリメイクでは停戦して暫定政府があり、忍びであるユフィーをミッドガルに送り込んだりするほど反神羅的。そしてシンラはウータイと戦争を起こしたがっていた。目的は完全にウータイを潰すことだと思われる。原作とは違って、シンラと張り合うくらい大きい国であることも予想される。この原作との大きな違いは、フィーラーを倒して未来が白紙になったのなら、セフィロスや世界線分岐に一枚噛んでいる黒幕、第三の敵にとっても不都合が生じる可能性が高い部分、シンラやクラウドたち、セフィロスなどがぶつかり合うラストダンジョンとなるのがブータイ、およびその先の原作に登場しないダンジョンなのではないかとも思う。つまりブータイのボリュームはこのようなパズルの配置。ブータイ、1番マコウロ、ミッドガルハイウェイ、運命の得意点ミッドガル、そしてゴールドソーサーでのデートイベントを経て次回作の伏線を仕込んでエンディングとなるのでは
と予想する。相変わらず謎の納得感を感じるが、これは京子の予想だからな。そうですね。視聴者皆さんの予想はコメント欄で聞きたいです。原作ではこの後に古代種の神殿ボーンビレッジワスラルル都に行くことになります。イベントもマシマシかもしれないから、もしかしたらゴールドソーサーまで行かないかもしれない。だが少しでも参考にしてもらえたら嬉しいところだ。新イベントも充実しているだろうし、ワールドマップが自由移動できるなら容量が足りなさすぎて物語がこの動画ほど進まないこともあり得る。この動画くらい進んだなら3から4作くらいで完結できそうですね。あまり進まなかった場合一体何作目まで出るんでしょうね。ところで私を抜きにして、このような企画を行った説明を私が納得できるまで時間無制限で教えて。私たち AI は寝ないからいつまでもできるわよね。やっぱりこうなった。